RDF 形式で利用できる生命科学データにどういうものがあるのかということを紹介したいと思います。で、午前中に NBDC で提供しているその RDF ポータルというレポジトリサービスを紹介しましたけど、そちらに今22種類の RDF データセットが公開されているはずです。で、そこはもう今日ここではスライド用意してませんけど、例えば DDBJ ですとか、あと PDB ですね、そういった大きいデータベースの RDF もそちらで、利用できるようになっています。で、ここで紹介するのはちょっと海外のものを紹介したいと思います。で、まず今まで、例で何回か出てますけども、ユニプロットですね。で、ユニプロットは網羅的なタンパク質配列のデータベースとして非常に有名なものですけども、スイスにある SIB という研究所で開発されているものですが、こちらはですね、非常に早い時期から RDF バージョンを提供しているというか、その開発の段階からその RDF を利用して開発しているということで、そういった意味でも割と先駆的なデータベースになっています。で、ほぼ全てのコンテンツがRDF としてもダウンロードできるようになっていて、ユニプロットが提供している FTP サイトから見つけることができます。ここに FTP サイトの URL が書いてあります。で、あと普通にインターネットでこうブラウズしてするときに、これある特定のタンパク質のページを、ある、ページを表示しているものですけども、ここにですね、そのフォーマットというメニューがあります。で、その中で、例えばファスト A のような配列の形式とかですね、 XML 以外にRDF スラッシュ XML という選択肢があるんですけども、これを選んでいただくと、このページに記述されているタンパク質の情報がRDF の形式で、入手することができます。で、一応 RDF は、フォーマットではなくフレームワークだという話をしましたけども、一番最初にその定義された RDF のフォーマットがその XML 形式のものになるのでなります。で、ここもその XML の形式でダウンロードされます。で、まあ、XML の問題はちょっと可読性が低い、RDF は機械処理するためのフォーマットというか仕組みだという話をしてたので、まあ、可読性を議論するのはいや変なところあるかもしれませんが、実際まあ人間にとってそれ何か書かれているのかを理解するという上で、やはり XML あまり読みやすいとは言えませんので、まあ、例えばその朝紹介したタートルなんかで見たいわけですね。で、こういう例えば RDF XML みたいなものをどうやってじゃあタートルに変換するかという話なんですけども、おすすめはそのラプターというその RDF をパーズしたりシリアライズするためのライブラリーがあるんですけども、そちらの中に、ラッパーというまあコマンドラインツールが入ってるんです。で、このラッパーユーティリティをこういうふうに、まあ、Unix のコマンドラインで使う必要があるんですけども、こういうふうにその入力の形式と出力の形式と、今ダウンロードしてきたファイル名を与えることで、任意の、フォーマットの RDF に変換することが簡単にできるので、何かこういう違うフォーマットに変換したいときには、このやり方をおすすめします。それで、実際、初心者の方だと、そのユニプロットの RDF をダウンロードしてきても、すぐにそれを読み解くのは割と難しいと思うので、ちょっと軽く中身を触れていきたいと思いますけども、まあ、実際こうページを表示するとこう長い、もうこれかなり下に非常に長いページになるんですけども、その中でその起点となる部分ですね、起点となる部分がいわゆるその、こうアクセスするとこのページが表示される URI になります。で、このページの URI がユニプロットの RDF の世界では、彼らが定義しているオントロジーでプロテインというふうに定義されています。このページはまあプロテインですよと。で、このオントロジー自体はこの purl.uniprot.org/core という URL で定義されているオントロジーになるんですけども、このページは全てはこのページのアドレスから、
を起点として全てが記述されています。まあ、例えばですね、ここその先頭部分ですけども、あのタンパクの名前、これはメニンというタンパクみたいですけど、タンパクの名前や、まあ、ジーンネームの MEN1 というのが、まあ、RDF でどういうふうに記述されているかというと、まあ、下にその部分だけを、記述していますけども、こんなふうに記述されています。ちょっとこういう機械的に生成されている部分はちょっと読みにくいんですけども、この例えばメニンという名前はここですね。このオントロジーではフルネームというプレディケートを作って、このメニンという名前を記述しています。でジーンに関してはスコースという、オントロジーがあって、そこの、プレフラベルというオントロジー、語彙を、プレディケートを使って MEL1 というリテラルを記述していますね。で例えば次にですね、これはマウスのタンパク質なんでのようですけども、その例えばオーガニズムに関してどのように記述されているかということですけども、ユニプロットは独自にそのタクソノミーのオントロジーを、タクソノミーアイディアいわゆるNCBI とかで利用できるそのものと一緒なんですけども、独自にそのオントロジーファイルを、整備していて、だからこのファイル自体にはそのタクソノミー、自分たちで準備しているタクソノミーのファイルの URI が一つ書いてあるだけです。この起点となるプロテインから見て、オーガニズムというプレディケートで、そのオーガニズムは、10090ですというタクソノミー ID を持っていますという、ここだけ記述されているわけです。で実際この10090がどういうものかということは、ユニプロットが配布しているタクソノミー .ttl、実際配布しているのは .rdf かもしれないですね。それをタートルに変えたものがこれですけども、そのファイルにこのように記述されていて、10090というのは、タクソンという彼らが定義したクラスの、リソースですと。で、その10090というのはコモンネームとしてマウスを持っていて、ニーモニックとしてマウス。で、系統樹上のランクは種です。スピーシーズですよと。で、サイエンティフィックネームが、ムスムスカリスですよ、みたいなことが書かれています。で、この系統樹の上下関係、上のクラスに関しては、このサブクラスオブで、上の、あれですね、ムスに当たる部分が862507ですよと書かれていて。で、下に下っていくところは、あれですね、このナロアトランジティブというところで記述されています。で、次に、ジーンオントロジーのアノテーションどう記述されているかということなんですけども、例えばこのジーンオントロジーで、これはクロマチンバインディングというファンクションを持っているようですけども、クロマチンバインディングがどのように記述されているかと。というところで、これもやはり先ほどと同じように、ジーンオントロジーの詳細については個々のエントリーには書かれておらず、ジーンオントロジーへの、ID だけが、クラシファイドウィズというプレディケートを用いて書かれています。で、実際その、この例えば GO00001、00036862という、このクロマチンバインディングを表すオントロジーについては、このオントロジー、GO のオントロジーファイルの中に、ラベルですとか、その階層の情報なんかが書かれているので、こちらを閲覧してくださいという形になっています。ですので、こうやってその、オントロジー、再利用されるオントロジーが、外で定義されている場合は、RDF の中には、そちらの、へのポインターを、としての、URI を書くだけに、で終わらせるというのが、まあ、普通、冗長でない、でから、一般的にそういうふうに記述することが多いです。次にですね、これは例えば GO アノテーションの中で、ソース MGI、これはその、このタンパクの元々のソースが、違いますね、これ GO、この GO をどこがつけたかというと、この MGI というデータベースがつけたんですけども、あとそういったその由来の情報がどのように記述されているかというところなんですけども、この下の部分になりますね。で、この、エビデンスという述語で、エビデンスコードと呼ばれるオントロジーが書かれているんですけども、例えばこれはダイレクトアッセエビデンスユーズドインマニュアルアサーションというふうな形で、人のキュレーターさんが、このジーンオントロジーをアサインしましたというような、
まあ、エビデンスが書かれている。で、まあ、マニュアルに、これは作業行われましたみたいなことで、で、はい。で、まあ、こういったところがですね、その自由に、情報の由来ですとか、が記述できるっていうところは、その5年に説明したような、その RDF のまず利点の一つになります。で、ユニプロットの RDF を読み解く上で、ちょっと最初に壁になるかなという部分が、このレイフィケーションというのをよく使っているところです。で、午前中にそのタンパク質 A がタンパク質 B にバインドするときにどう記述するかみたいなパターンを一つご説明しましたけども、これはまあそれと同じことなんですけども、この SPO っていう文があったときに、この、これそのものに対して言及するときにどうやってトリプルで書くかという話ですね。この3つをまとめたものを1つの何かにまとめて、それは何とかだって記述したいときに、まあ、午前は何か一つ、新しい URL を作ってぶら下げるというようなモデルにしましたけども、RDF の、仕様の中に、これそのものを言及する書き方が実はあって、でちょっと回りくどい書き方になるんですけども、この RDF サブジェクト、RDF プレディケート、RDF オブジェクトという、こう、述語が用意してあってですね。で、このサブジェクトが S1、プレディケートが P1、オブジェクトが O1、まさにこのトリプルですね。このトリプルを、こういう S1、P1、O1 を主語、述語、目的語と持つような、RDF トリプルを今ここで S2 と名前を付けることができます。で、この S2 さんは、例えば P2O2 という次のトリプルですよというふうに記述するやり方があって、まあ、この S2 をその RDF ステートメントというクラスのリソースにとして定義するんですけども、この書き方が結構ユニプロットでは使われていて、ちょっと慣れないと読みづらいです。で、ただまあ正確にこの文章そのものに対して言及するということがこういうやり方を使うとできるようになりますので、読み解くときには知っている必要があると思います。で、ちょっと別の例ですけども、例えばこのユニプロットにおいてタンパク間相互作用、あるタンパクとあるタンパクが結合しますよみたいなものがどうやって記述されているかというと、これは多分レイフィケーションは使っておらず、このタンパク質の相互作用ごとにちょっとこの長い URL を定義していて、その長い URL に対してこのパーティシパントという述語を使って、インタラ、あ、違うな、ごめんなさい、ですね、あ、いいね、ごめんなさい、パーティシパントということで2つのタンパク質の情報が記述されています。で、それぞれのタンパク質は、ちょっと回りくどい書き方されてますけども、ユニプロットのあるタンパクとセイムアズ、まあ、全く同じものですね。直接ここにユニプロットの ID を書いてももちろん同じことが記述できるんですけども、この相互作用の情報自体が EBI の違うデータベースから来ていることもあって、こういうちょっと間接的な記述がされています。はい、まあ、これぐらいちょっとあれ前提知識があれば、長い RDF を読み解くことが多分できるようになると思いますし、ご自身で例えば RDF を設計するときに参考になることがたくさんあるので、まあ、ユニプロットの RDF というのは教科書として利用できると思います。はいはい、はい、こことここですか。はい。ここはですね、これ述語ですね。1として。で、ここは、1としてクラスですね。で、これとこれはだから、オントロジーファイル、ユニプロットが定義しているオントロジーの中で、これは、まあ、プレディケートという形で、述語が定義されていて、こっちはその集合の名前として、パーティシパントというタンパク間相互作用へ関わっているタンパク質に関して記述するための概念としてクラスですね、作られているものなので全く違うものになりますね。最初の午前中の講義の中で、はい、本来だったらプレディケートで使わなくちゃいけないものを間違って使っている、はい、ケースがあるっていうお話をされてたと思うん
ですけど、はい、これがその大文字が正しいのか小文字が正しいのかっていうのはオールファイルを見て、はい、チェックをしていくしかないっていう感じですか。そこはそうなりますね。はい、ただ、例えばその初心者の方が作った RDF を例えばチェックする場合はそういう作業が必要になりますけど、これ作っているユニプロットが作っているものなので、まあ彼らが間違うということはちょっとあまり想定できない、彼らが作ったオントロジーですので、とはその心配はあまりないかと思うんですけども、ドイツ語で使う場合は小文字始まりにしやすいとかそういうルールってあるんですか。ありますとも言えるし、ありませんとも言えるんですけども、そこまずルールとしては決まってないですね、仕様としては。ですけども、一般的にクラスを大文字にするっていうことはよく、これは例えば RDF に関わらず、例えばオブジェクト指向言語なんかでも、よく使われているやり方ですので、例えば C++ なんかでも例えばキャメルケースとか使われていることが多いと思うんですね。でこの辺はちょっと好き好きがあって、プレディケートを、小文字で始めるというのは割と多いです。ただそれを、スネークケースって言って小文字の単語をアンダーバーでつなげていく書き方と頭が小文字であとキャメルケースで書くような書き方があって、この辺はもう完全に好みですね。はい。はい、でここまでユニプロットの紹介をしました。で、それ以外に大きな、RDF を提供されている研究所として、EBI の RDF プラットフォームというのがあります。で、これは EBI が、提供している、6つのデータベースと、あと、オントロジー集が1つあるんですけども、RDF バージョンを、配布しているサービスになります。で、スパークルエンドポイントも提供しています。で、ここにはそのゲノムの、データベースのアンサンブル、それからケンブルというのはバイオアッセイですね。化合物と、タンパク質の結合に関するような情報を集めているもの。それからサンプルに関するバイオサンプル。それから遺伝子発現を集めているエクスプレッションアトラス。それからバイオモデルズっていうのはシステムズバイオロジーの、データベースですね。それから、代謝パスウェイのリアクトームっていうデータベースがあるんですけど、これらが、RDF バージョンとしても提供されています。で、RDF プラットフォーム行ってみていただくと、このように、その RDF のスキーマ図というのが提供されています。これは NBDC の RDF プラットフォームも、こういう感じで、提供してるんですけども、RDF のスパークルエンドポイントを教えてもらっても、なかなか中に何入ってるかまずわからないと思うんですけども、こういったところを手がかりに、どういうオントロジーがあってどういう構造があってっていうのが見えてくると、これをもとにスパークル書いていくことで何がどんなふうに入ってるかっていうのを、調べていくことができると思います。で、あと、大きなデータベースとして、ここではパブケも紹介したいんですけども、これは NCBI が提供している化学化合物の大きなデータベースになりますけども、このパブケムも RDF バージョンが提供されています。そうですね、あと NCBI はメッシュという文献に、アノテーションをするための語彙集が、ありますけども、そのメッシュタームもオフィシャルに RDF として、提供しているいます。はい、このあたりが割とメジャーどころの、バイオ系におけるメジャーどころの RDF になりますので、ご自身でデータベースを作るときに割と分子の話が多かったかと思いますけども、分子のデータに関してはすでにあるデータベースへポインターを一つ書くだけで、あとはこういったデータベースの方に情報の更新だとかは任せてしまった方が楽かなと思います。はい、でちょっとここまでで、データベース RDF の紹介は終わりたいと思います。で次ではそのまま、最後のカベップさんの講義に移ります。